なんかでもあるということは届くのか。ふわーん、うわー、なんか引っ張った。なんか倒れた。トゲを出してる。待ってください、もう一回来るぞ多分。どれくらい、あ、もう一回来たぞ。ちょっとあれ怖いです。今掴みます。あー、なんか掴んでピヨンみたいな、そんな感じになるんだね。今安全です。今出したので、これで、なんか離す瞬間にジャンプしたら高く飛べるかなと思ったけど、そんなことはなかった。うわ、あー、待って、トゲ怖い。こんな高いところ来た。あ、土管が、これさ、これ今入らないともう二度と入れない予感がした。来ました。いらっしゃい。え、ちょっと待って。今なんか出しましたよ、あの人。怖いです。怖いです。待って、届く高さ。届く高さ。右の人は何もしない。待てよ、これ、左の人が、今出しました。あ、待ってください。これ、今渡ります。よし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 。その辺は分かんないんですが、今ガチャ、あれ掴まなかった。これ、あれか、ちょうどそこ掴まないと、掴めないぞ、みたいな。そんな感じなのか。コインが落ちていく。ちょっと、コイン落ちていくのさ、なんでなの、なんでなので言うと、分からない。ちょっとこれさ、え、そこが壊れる。待って、え、怖いね。え、ていうかさ、めっちゃ速いよね、その敵。怖いです。一旦すれ違う。こんにちは。バレてないですか？こんにちは。びっくりしたでしょ。言うてる場合ではない。これ今さ、あ、待って、カタツムリ怖いです。カタツムリキャッチー。ちょっと待って、足場がぐる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 いろいろ出しますあと2体って何ですか。え、あと1体ですか。あと1体なんだね。多分この人のことです。これ引っ張ります。それと、え、なんでなんで知らない知らない知らない。え、クイズが始まった。フキヤンが吹き出すのは、え、あ、それはね、矢を吹き出します。フキヤンですから矢を吹き、汗も出しそう。さあ引き続きやっていきましょう。マリオワンダー。ちょっと前回あれ何だったんだろうねこれ。迫りくる黒い影、ちょっと怖かったところであるんですけど、今回ね、そう、あの今作でまだテルサ登場してないけど、こっちお化け屋敷絶対怖いので、ちょっと2連続怖いステージはちょっとね、あのまた今度にして、こっち行きましょうか。引く？引く？おっぽうの毒沼。やっぱでもあれなんですね。なんか毒沼があるんだね、ここのエリア。で、ちょっと新しい敵がいるみたい。難しさ3や。ちょっと待って、難しいのか。そう、まあ、毒沼のステージって難しいよね、みたいな。そういう予感がするので、ちょっと怖いんですけど、おっぽうの毒沼。行ってみましょうか。この下のもやもやなんですか。あれが毒沼。なんか右の人ですね。今なんか悪さしてたぞ、右の人。ちょっと待って、このキノコは、何もない。なんか高いところあるけど、え、こういうところって、あー、トゲトゲ。え、そこって届く？待って、なんかでもあるということは届くのか。ふわーん、うわー、なんか引っ張った。なんか倒れた。何が起こったかよく。ハロー、ハロー、ハロー、こんにちは。ちょ、かきぼうさん、こんにちは。キノコが出て、それ欲しいです。追いかけます。毒沼にやられる前にゲットです。ハロー、ハロー、かきぼさん、こ、あー、かきぼさん、おー、待って、そこにやったらぶつけるの怖いです。だからかきぼさんをちょっと退治しとく。退治しといて、で、トゲを出してる。待ってください、もう一回来るぞ、多分。どれくらい、あ、もう一回来たぞ。とかあれ怖いです。今、掴みます。あー、なんか掴んでピヨンみたいな、そんな感じになるんだね。で、待って、今安全です。今出したので、これで、なんか離す瞬間にジャンプしたら高く飛べるかなと思ったけど、そんなことはなかった。うわ、あー、待って、トゲ怖い。こんな高いところ来た。あ、土管が、これさ、これ今入らないともう二度と入れない予感がした。来ました。いらっしゃい。え、ちょっと待って。今なんか出しましたよ、あの人。怖いです。怖いです。待って、届く高さ、届く高さ。右の人は何もしない。待てよ、これ、左の人が、今出しました。あ、待ってください。これ、今渡ります。よし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 。というかね、なんかさ、10コインが見落としてるね。え、もう見落としたの？早くない？どこにあった？わかる、ね、わかんないんですけど、やっぱ左上、なんか、左上ちゃは、なんかあの、見えてるなって言ってた高いところ、なんかあったのか、土管があるけど、入れるんじゃないか。ちょっとさ、これちょっと一旦引っ張ります。一旦引っ張りますとして、で、ここ入れ、あ、入れないのか。で、低いところは何もなかった。
なんかここだけ一個キノコあるの、なんか変な感じなんですが、何もないということは、やっぱあれか、最初のあそこなんか届かないぞってなった場所に何とかして届けばなんかいけたんかな。ちょっとその辺は分かんないんですが、今ガチャ、あれ捕まなかった。これあれか、ちょうどそこ掴まないと掴めないぞみたいな、そんな感じなのか。コインが落ちていくちょっとコイン落ちていくのさ、なんでなの、なんでなので言うと分からないこれあれか、ちょっとその敵倒した時のコインはあんまりちょっと想定してないのかな。ちょっとこれさ、そこが壊れる、待って、怖いね。っていうかさ、めっちゃ速いよねその敵、怖いです。一旦すれ違う、こんにちは、バレてないですか、こんにちは、びっくりしたでしょ言うてる場合ではない。これ今さ、あ、待って、カタツムリ怖いです。カタツムリキャッチー、ちょっと待って、足場がぐる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 、ヒップドロップ、なんかヒップドロップでそもそも通れる待って、ここは何もない、何もないこと、まずいです。何もないことを確認して、ちょっとヒップ、あ、待って、トゲ、あ、でもさ、ドリルで耐えれる、もしかしてドリル最強か。これさ、ここはヒップドロップしたいけどしていい死なない、大丈夫、なんかあるんじゃない、何もないです。どうこれ、なんか何、なんかこのダメだろうなっていうところにヒップドロップしたら何かある説、わかんない。そのもう一回ドリルはここでもらえるで、そんなふうやられてもなんかな。ちょっと待ってください、あ、カタツムリさん、ちょっと待ってください、あー、毒沼に消えない、あ、帰ってきた毒沼は帰ってくるのか、待って、でゲットして、ということは、あ、待ってください、こっからぶつける、あ、あ、ちっちゃった、わっわっ、こんにちは。ということは、ここは掘らざるを得ない、何もないんだねちょっとないか、こういう系なんか確かにあった試しはないかもしれないなんかあの突っ込んどるの時もなんか同じようなことやってたなみたいな、そんな予感がするので、そのコインだけもらってこうと。ここ掘りました、ここ掘りました、しゃがんで、しゃがみました、しゃがみました。で、せっかくだから倒しとこう、倒しときます。2枚ゲットです。こんにちは、ちょっとこっち潜ります、うー、怖いです。これキャッチです、これキャッチです。これ出ない方がいい、こっからは結局出ちゃうのか。で、そこの人がどんどん落としてるけど、こういうところになんか落としてもらうと何かある、なんか足場、あ、待って、それ引っ張っちゃう、そう、怖い、あ、引っ張っちゃうして、何もないか、さすがに。どうなんだろうね、わかんない。なんでここ、まあ、崩れるようになって、マリオを倒すぞみたいな、そういう感じなのかな。めちゃいっぱい、いろいろ出して。あと2体って何ですか、え、あと1体ですか、あと1体なんだね。多分この人のことです。これ引っ張ります。それと、え、なんでなんで知らない、知らない、知らない。え、クイズが始まった。フキヤンが吹き出すのは、え、あ、それはね、矢を吹き出します。吹き矢ですから、矢を吹き、汗も出しそう。泡変身するとできることは。え、空気を送る。泡踏みジャンプ。泡踏みジャンプなんです。あ、2個引っ張っちゃう。今順番的に OK やった。ドリル変身で潜れる場所。天井、ハテナブロック、天井なんですね。天井潜れちゃうんですよ。これついでに引っ張っとくぞ。ちょ、君も引っ張っちゃうよどうして、どうしてそんなことするの。せっかく助かったのになんでクイズが始まったの、わからない。わー、待ってください。カタツムリさん、こんにちは。これもらいたい、これもらう、これもらって、なんでここブロックなんですかちょっとさ、気になりすぎるよ。あっちの人が別になんかしてくるわけで、あそこ外したね。ちょっとどうだ、わかんないな。なんかでもさっき何もなかったし、あ、でもそこキラキラしてるの、キラ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 、危ない、え、待ってください。これ倒したらまずいという意味の慎重ではなく、ではないのか。じゃあ倒す。あ、待って、トゲトゲ怖いです。引っ張りたい、引っ張りたい。ああ、強い、余計なことし、ちょ、もうこれだけ拾って帰る。ちょ、落ち帰る。落ち帰ります。ああ、崩してる。ちょ、待って。ふっ、届かない。待って、
もうそう、ぐるぐる回さないでください。強い。あ、まずい。あそこ2個連続で崩れるんだね。強かった。あの敵強かった。ここは？ワンダー取った後。ワンダー取った後の、ここどこだ？結構最初の方に帰ってきた。マジか。これもう一回クイズできんの？わかんない。わかんないけど、ドリルです。ドリルなんですね。この辺もなんもなかったから、そこは進んじゃう。まずいです。これさ、倒すと、本当にも減る。あと2体。ということは、もう一回クイズできる。これ違うクイズ出たりするのかな？わかんない。わかんないけど、あと1体なので、さあ、このままやられてもらう。もう一回ワンダーです。クイズスタート。ででん。ちょっと待って、違うクイズ来た。星さんですよ、ここ。星さんって難しかったよね。金を倒すと。ゾウ変身するとできることは何ができる？水巻きできます。水巻きできます。そのまま、このままこっちの人も引っ張ります。よし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 。あとは、泡変身すると泡踏みができる。これは一緒ですね。あー、何個かバリエーションあんねや。これ全部見たいよ、なんなら。なんなんですが、とりあえず、ワンダーシードゲットです。ワンダーシードゲットです。これ持っていく意味ある？わかんない。こう、待ってください。これでもドリルすると離しちゃうのか。ドリルすんのかい？ドリルしました。これ倒しておく。倒しておく。そして、そこぐるぐる回ってる。これも引っ張って倒しておく。これ先にやるから、潜って倒すの。慎重にね。一安心。慎重に、慎重に行くよ。待ってください。足場崩れるの怖いです。これトゲやめてください。今倒します。倒したぜ。倒したぜ。して、で、そこに、なんか行けそうなところがあるけど、危なかったです。ちょっと待ってください。そこぐるぐる回るのをさ、これやられるぞ。ちょ、一旦逃げよう。そうだよね。そこぐるぐる回るよね。待って。それ強い。というかドリルでいける。ちょっと待って。ズルしましたね、今。ドリルで、ドリルで倒しちゃうぞ。これ引っ張ります。なんなら引っ張っちゃうぜ。なるほど、そういう攻略法だったのか。気づかなかった。ちょっとさ、そこの土管入れそうなんだけど。ちょっと待って。そうさ、あれ入れるやつやろ。あんなところに土管があるということはさ、カタツムリさんいる。ちょっともらっていく。君はもらっていくぜ。これ使って開けれんのかな。わかんない。わかんないけど、ダメそうだぞ、これ。ちょっとさ、いや、そうだよね。そうなんだよね。ダメなのか。カードまあ M じゃない、これ取ってんやったわ。いや絶対入れるよな、それ。そういう意味での慎重にやったんか、あれ。待って、ゴールがあります。これはもらってジャンプして高いと、なんかそこにコインがあります。なんですかそれ。ドリルやったらそっちから行けたのか、そもそも。まあでも、ドリルなくても来れるように、ちょっとね、なんだっけ、そう、おっぽうさんがね、あそこで待ち構えてくれてたので、クイズもやったね。無事、てっぺんゲットして、ワンダーシードゲットです。あとなんか出てきました。これ何？ちょっと一息。ランランパックンの音楽室。あれはあれ何？歌ってるパックンって、なんかパックンっていう名前じゃなくて、ランランパックンっていう別個体なんかな。なんか名前あるってことは多分そういう予感するよね。ちなみに気になったんで見ちゃったんですけど、やっぱ3枚目の10コイン。まあ、1枚目はね、いやーわかんない。多分最初のとこにあったんだろうなという予感はするんですけど、3枚目は多分あの土管っぽいよね。という目星をつけて、多分ね、もう一回やるときね、覚えてないような予感がせんでもないんですけど、ちょっと、また、ガチャもらいに行きました。掘り出し物のガチャ、の前にさ、じゃないわ。ちょっと、じゃなくて、ワンダシード集まったんです。そうじゃなくて、ワンダシード集まったんやったら開けよ。フェイントをかけました。フェイントをかけることになりましたが、これでも食らえ。わあ、眩しい。飛んでった。飛んでったが、最初の秘境、プルプル遺跡。あれは敵なの。プルプルの何かがいますね。なんですが、この秘境を突破することで、多分、まあね、
迷子になったボブリンたちを捜索いけるぞと。そんなところではあるみたいなんですけど、まだ来たぜ。今度こそガチャもらいに来ました。ガチャのコーナー。じゃじゃん引いちゃおうぜ。じゃじゃん引いちゃおうぜ。あー、まずい。黄色キノピオしゃがみ。まずは最初1枚はかぶりましたが、ただここで当たりを引けないんですね、これは。まずいね、それは。キノピオ。なんかキノピオのさ、なんかその傘の部分膨らんだんかなって思ったけど。違うわ、これボディが膨らんで逆さまなってる。これ今当たり引いたの強いんじゃない。これはもう当たる予感がしますね。当たる予感しなかったですね。なんですが、なんか固くなに、なんかあのトゲトゲとバルーンとばっか出るけど、でもあのゴールとかね出てるので、ちょっと今回はかなり当たりだったんじゃないでしょうか。